南部層は、メギカ南部層族の多年層。地下には、細い根茎が横に這う。茎の高さは20から30センチメートルになり、前層無毛である。根室用は、長さ6から10センチメートルになる細長い傭兵があり、根茎の先端から伸びる。無柄の三小用からなる。根室用は、長さ6から10センチメートル、幅4から8センチメートルになる。 頂商用は東蘭型から肘上高蘭形で、先が三が差列し、二つの側商用は歪んだ線形で、先が波状に2から3列し、列片の先端は鈍い。波質は膜質で滑らかで、裏面は白六色になる。下記は5から6月。根茎の端から家計を出して直立し、 その先に白色のやや多数の花を水上果樹につける。花は、計約7ミリメートルで、学園と花びらが退化している。湯水は9から15個あり、花糸はヘラ形で、長さは、長短不揃いである。滴水は1個で、基部に1個の胚種がある。果実は、長さ3から4ミリメートルの陣形の袋かとなり、中に種子1個が入り、劣化する。日本では、 北海道、本州の東北地方に分布し、産地の落葉紅葉樹林の臨床に生育する。比較的稀に生える植物である。世界では朝鮮半島北部に分布する。和名の南部層は南部層の意で岩手県中部及び北部の南部地方に由来する。タイプ標本は岩手県南部産である。ありがとうございます。